じゃあ、春日さん、はい、続きまして何でしょう、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、まあ、基本的には焼肉が好きなんですけども、はい、まあ、最近はちょっとやっぱりカルビーというものがこのやっぱりちょっとお腹の中に溜まるようになってきたので。カロリーが溜まる、あのカルビちゃんと質問していただいてもじゃあそろそろよろしいですか。はい、はい、じゃあ、まあ、ゴルフね、はい、これだけやったけど、はい、世の中いろんなね練習があって、ね、やかましいんで、はい、あ、もう黙らせろと。ちょっと今日刺激的な感じでいきます、ね、今日はちょっともう時間もこの時間なんで、はい、12時35分です、はいね、はい、まだこれからいろいろやることいっぱいあるので、そうですね、はいはい、じゃあそれをもうサクッと話して、はい、もう腹立つんで、はい、もうこれだけ見ろと。いや、そうですね、俺だけ見ろと。わかりました、はい、じゃあそれちょっとお伝えします、はい、じゃあ、僕もですね、やっぱり土手さんもそうだと思います、はい、東京ゴルフスタジオの皆さんも、はい、まあ、みんなそのメンバーもそうですけど、はい、いろんな練習器具っていうのはやっぱり試したりしたことがあるんですね、はいはいはい、で本当にいろいろ試す中で、はい、本当に一番ってなんだろうと思うとですね、はいはい、コンストなんです。でソイラテ、ソイラテに見えるけどこれはバナナです、ね、バナナです、どちらかというとバナナです。ソイラテ系だね、はいはい、でもうインパクトバック、はい、もうスタジオだともういくつもインパクトバック置いてありますし、はいはい、まあ、今やっぱりこのインパクトバック森さんもこのやっぱり使っていて、うんうん、もうどこの練習場にもあるんじゃないですかね。当然あるでしょうね、はいはい、これはまあ比較的これがまあ、有効なのは知られてきてるんで、うん、あるんですが、うん、僕一つ大問題あると思っていて、はい、やっぱりですね、お客様、はい、すごくやっぱり気を使える方というか、うん、周りに目線が行く方が非常に多いので。僕みたいだね。そうです、わかる、僕もね、まあ、こうやってやっちゃうの。あ、どういう風にやってしまうんですか。優しいですね、もうまさにでもこの通りで、うん、まあ、ちなみに土手さんは結構まあ気を使いなんですけど、うん、結構乱暴なところもたまにあるんで、うん、前の打席で誰かが打っていてもここでバンバン叩くと思います、うん、ちょっと叩かないですけど、うん、思いっきりバシーンと叩くと思いますけど、うん、やっぱり、まあ、周りのお客様は、うん、僕らがいくら、うん、そうです、叩いてくださいって言ったとしても、うん、もうとにかく優しい、うん、優しい叩き方をする、うん、でこれがやっぱり大問題で、うん、そう、強く叩くことがせっかくのインパクトバックだね。そうです、大事だもんね。なぜ強く叩くことがいいかというと、強く叩こうとすると人間にはトップでこのヒンジ角、手首の、まあ、このコッキングでもいいんですけど、うん、振り子が入る、うん、この状態から叩きに行くんで、うん、いわゆる強いエネルギーが生まれるというところが、うん、まずこのインパクトバックの良さであり、強く叩こうとすると基本人の肘角入ります、うん、ボール投げてみるとかいろいろちょっと、うん、まあ、その辺は長くなるんであれですけども、うん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 、なのでこれを基本的に叩いていると、うん、まあ、本当にプロのような動作っていうのは基本得られますよ、うんうんうん、まあ、右回りシャドーイング全部入ってる、ね、そうです、もうスイングプレーンも良くなりますし、うん、まあ、強く叩こうとすると強くパンチしようとすると右腕内旋します、うん、ということは、まあ、右片手っていう先ほどの話もありましたけど、うん、右片手で叩いていったら勝手に内旋に入るんで、インパクトバック下から叩くやついないんですよ。そうですね、うん、まあ、このフェースターン入ったりとか、うん、ということも含めて僕はもう最強の練習器具だと思います、うんうん、ただ先ほど言ったように、うん、とにかくやっぱり周りにお客さんがいると叩けない、うん、特に外の練習場とかだとそれ叩くことで多分全員ギョロッと見てくるんで、うん、まあ、相当ね迷惑になっちゃう、叩けないので、まあ、考えた結果、うん、音の全く出ないインパクトバッグを開発を急いでもらうか、うん、もしくは、うん、もう考えたのはもうカラオケ屋ですね、うん、はい、ちょっと無茶なこと半分言いますけど、うん、カラオケ屋の、一室をですねインパクトバッグ叩き放題、歌い放題、インパクトバッグ叩き放題プラン。そうですね、まあ、今のところ僕は一応探してみたんですけど1店舗もそういう店舗はなかったんですけども、はい、まあ、歌い放題っていうのはよくありますよね、はい、フリーで、はい、それをインパクトバッグ叩き放題っていう部屋があるとすると、はい、もうそれは最高です、はいはい、もう防音室ですよね、はい、まあ、ちょっと広さも多少あり、はい、できれば一人で行ってほしいんですけども、はい、もうひたすら1時間叩き放題です、はいはい、バシ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 、もう周りも気にすることない、なんだったらちょっと曲も流してそのリズムに合わせて、確かに確かに、はい、ということでとにかく気にせず一心不乱に叩く、確かに、まあ、一つ不安なのは手首痛めないかちょっと不安ですけれども、確かに確かに、それが僕本当にいろいろ考えた結果一番効果あると思います、うん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 、まあ、見てる方は、うん、いやいや何言ってるんだってちょっと思う方も半数ぐらいいるかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、自分がその全て知ってるとかそういうわけじゃないですけど、うんうん、あれこれこう考えたり知識を得る中で、うんうん、もう一番最善はこれです、うん、ただ弱く叩いては全く意味ないですし、うん、まあその、そう、まあ、なんていうの、答えというか、そうだから、そう、本当そうだよね、本当、うん、そう、強く叩くとこれハンドファーストにもなります、そう、強く叩こうとするこの動作に含まれていることを、はい、ね、一個一個なんか細分化していけば、うん、
すごいなんかポジションポジション取ってね、なんとか理論とかなんとか打法とか言って言うことができるんですよ ね、 そうですね。いくらでも、うん、僕らって言おうとっていくらでも言えるんですけど、ここで消屈しましょうとか、そう、でもやっぱ分かってくるとほとんどはどうでもいいってなっちゃうんですね。そうですね、どうでもいいっていうか自由度の高いところなんで、消屈とかも左手で例えば、うん、何かこの物体を叩こうとしてたら、まあ裏剣しますよね、うんうん、これ背屈という角度で叩こうとはしないんで、うん、その結果の一つでしかないんで、うんうん、どこで入れようが正直どこでもいいですよね、うん、この消屈の角度とか、そうね、だからそういうのも強く叩こうと思わないとこの消屈も入ってこないと思うんで、うん、グリップによっては消屈しない方がいいと思います。そうですね、しね、グリップの人とかね、うん、やっぱりそういうところもあるんで、うん、まあ、これを叩くが一番だと思います、うん、で、ある方が、まあ、そのカラオケ屋にはそういう制度はないんで、うん、自分の、まあ、自宅マンションの一室で叩いてたらしいんですね、うん、まあ、夜中1時から2時らしいんですけど、うん、バシバシ叩いてました、うん、まあ、2日後ぐらいにポストに入ってたらしいです、うん、夜、うん、あの太鼓叩いてる人がいますと夜1時2時になのでおやめくださいというふうになるので、うん、まあ一軒家だとしても、うん、僕は音響くと思います。かなり音でかいもんね、はい、なのでできれば夕方までに叩いてください、ご自身の部屋であれば、うん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 、まあそれかもう防音室ですよね。そうですね、はい、そういったところも含めて、はい、これがおすすめであります。でちょっとこれを叩く意味もう一つだけ話します、うん、でポジションを作らないっていうことです、うん、で最近のそのまあスイング動画撮れますよね、うん、撮影できるんで、うん、やっぱりゴルフ好きな人はここでフェースの向きどうかなとか、うんうん、ここのトップで形作って、うんうん、まあ、形の練習をします、うん、でも僕ら大事なことをやっぱり思い出したいのは、うん、まあ、ここ20年ぐらいですよね、写真、うん、連続写真がたくさん出てきて、うん、でまあビデオが10年ぐらい前から普及してきて、うん、誰でも見れるっていう状態になったんで、うん、これだけなんか理論とかいろいろ出てきますけど、うん、じゃあもうもっと前の人たちは何してたのかというと、うん、自分の写真とか見れなかったっていうことは、うん、ここから行う目的ですね、うん、どういうボールを打ちたいかとか、うん、自分の脳からの指令ですよね、うん、これだったら例えば強く叩きたいと思うことに一番良さがあるんですけど、まあ、そういうことによって行われる動作を、うん、まあ、自分で意識して行おうとするとミスしますよっていうことが一つあって、うんうん、で例え話2つしたいんですけど、うん、2つ、はい、2つです、1個でよくない？1個でいいんですけども、これ2つしたいんですよ、うん、まず大人の方ですね、皆さん、うんうん、運転をしていて、うん、左カーブ曲がりたいとかって思うときは、うん、自分の見た目の映像でカーブに従って勝手にハンドルを切ったりします、うん、はい、なので目的ですよね、うんうん、目的によって勝手に切る、うん、こっちにも切ると、うん、でもこれを、まあ、ゴルフスイング作りっていうことで話すと、じゃあこの時に左カーブ見た瞬間によし、肘をじゃあこの角度にしよう、そうだね、左手首背屈しようとか考えたら、うんうん、多分事故に遭いますね、そうね、はい、っていうのがまず一つです。全然動作の運動パターンが違うよね。そうですね、スムーズな運動は得られない、ね、うんうん、でもう一つは階段、まあ、運転しない方もいると思うので、うんうん、階段、まあ、いろんな種類の階段あるんですけど、うんうん、人間って見た瞬間にこうスタスタ上がっていきます、うん、でもこの時によし、この階段ちょっと難関だなっていうことで、うん、よし、じゃあこの階段はつま先体重にして膝の角度90度からスタートしてとか考えてたら、うん、これもやっぱりちょっとスムーズな運動得られないんで、うん、途中でつまずいて、うん、土手さんみたいにおでこ打つと思います、うん、階段でどうすんの、うん、打つかい、打つかい、そうですね、うん、ということになると思うので、うん、ちょっと例え話多かったですけれども、うん、まあ、できるだけ運動をスムーズにしましょう、そうね、いうことですよね。当たり前ですよね、はい、目的があって自分の形が決まる、うん、でも現代の社会は形があっていい球が打てるっていうところの理論が先に分かってしまってる、理論というか、だから観測結果があたかも最新理論みたいに言われてるわけですよ、はい、ね、そうですね、全部ボディとかは全て結果です、そうです ね、 ね、その目的によるもう結果です、はいはい、まあ、あのね、いろいろこれだけ情報がカオスかいっぱいある中で、はい、困ってる皆さんへもうこれだけやっとけと、うん、そうですね、そういう練習方法ですね、うん、シンプルにね、はい、はい、それをちょっとお伝えしました。はい、でちょっと最後ですね、まあ、編集の時にこれだけやってるのに揃わない、はい、言われてるんで、はい、この最後の締めの揃える気はない、いや、今日は揃えましょう、揃えましょうか、はい、一発撮りで揃えましょう、揃えましょう、はい、お願いします。打ち合わせはなしですね、はい、はい、いいですか、いいですよ、まあ、どっちから行くだけか、じゃあ、じゃあ、僕からいきます、はい、お願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。森森博のゴルフ TV チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。90点ぐらい合わした、合わした、合わせた半分喋ってなかったでしょ。だってさ、はい、ああそうだね、うん、そうだね、認める、認める、ちょっとハモリぐらいの感じだね、うん、じゃあまたですね、はい、はい、ありがとうございました。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、まあ、基本的には焼肉が好きなんですけども、はい、
まあ、最近はちょっとやっぱりカルビーというものがこのやっぱりちょっとお腹の中に溜まるようになってきたので、カロリーが溜まる、あのカルビーですね、カルビーが、カルビー、油分がお腹に溜まるようになってきたので、はい、まあ、基本的に牛タンですかね。あ、牛タンね。牛タンをたまにある、まあ、厚切りか薄切りかで、もう厚切りが本当大好きなんですよ。まあ僕薄切りだわ。あ、そうなんですか。じゃあでも合いますね、奪い合わない。あ、確かにそうね。はい、僕はちょっと厚切りが好きです。厚切りだね、好きなんだけど、うん、やっぱり薄切りに戻っちゃう。でも厚切りのあの噛み応えがあるところがやっぱりね。まあわかるよ、わかるし、美味しいよね。わかるけどね、うん、好きな飲み物は、はい、好きな飲み物はソイラテです。くそーくそじゃないです。最近やたらね、はい、そうなんですよ、ソイラテ本当美味しいんですよね。はい、まああの分かってくれる、じゃあ、はい、今日はソイラテの作り方ですね。はい、ソイラテの作り方なんですけども、はい、まず大豆をですね、練りつぶすところから始めまして、やっぱり右手ない先生、そうですね、右手でしっかり練りつぶします、はい、まあ、まあ今の時代でこそその機械を使うんでしょうけども、はい、僕が生きてた時代っていうのは手でまず練りつぶして、はい、あ、滑り坂主家蔵さんの時代です。時代、約80年ぐらい前、いや、1500年ぐらい前、1500年前だと思うんですけど、あ、ソイが、そうです、ね、あ、まあ大豆ね、まあ、とにかくまず大豆を練りつぶすから始めて、はい、そこが水を足すんですね、はい、畑の肉ですね。そうですね、はいはい、でそうするとまあ豆乳というものができまして、はいはいはい、まあ、そこににがりというものを入れると豆腐になるんです が, ですが、ただ僕は豆乳、ソイが好きなので、はい、あのそのソイをですね、ソイヤ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 、そういうことですね。 そ, うです、まあ、それをまあ作るっていうことでしょうかね、はい、なるほど、はい、以上3分クッキングでした。違う、違うやないか、違う、違うやないか、そう、これ原理原則じゃない、じゃないと思いますね。じゃない、はい、大豆の作り方、いやでも大豆ってでも人間大事でしょ。大事です。大豆イソフラボンというのは肌をきれいにしてくれるんで、僕らあのやっぱりゴルファーっていうのは外に出るんで、確かにそういうところ非常に大事ですね。あ、僕ちょっと肌をきれいにしたい。誰が二人が言うてるんですか、そんなことを。どっちの肌がきれいなんですか、それそんなものないでしょ。あと、そういえば最近ちょっとあれだね。え、本当にしわくちゃだったのに、ちょっと。あ、確かにね、しけぞうさんってだけあってちょっとね、しわくちゃだったけど、さっき言ってたんですね、うん、ソイラテ効果。あ、ありがとうございます。俺も飲もうか。大豆イソフラボンですね、うん、あの皆さん、LINE ギフトでぜひあのね、スタバの券ください。いやいやいや、毎週ソイラテ買います。あ、いいですね、ぜひ。これソイラテの回になってますね。ソイラテの回ですね、はい、